どうぞお邪魔します。ー。いらっしゃいませ。うち、こんな感じです。あ、別に普通です。はい。家賃いくらぐらいなんですか？あ、6万っす。結構安いですね。もう安くでやらせてもらってます。ね、そうなんですね。すいません、今日はよろしくお願いします。お願いします。きなり、これは。やっぱなんすかね、家帰ってきたらもうこれすぐ取っちゃえ。これ、ちなみにおいくらぐらいなんですか？これでも結構、これやばくないですか？や、だから高そうですね。これめっちゃ高いですね。でも300円です。結構でもリーズナブルな。そうそう、ブックオフで。ブックオフで。ブックオフで300円で買いました。なんかホストの方って結構、何十万とか何百万の高級しああ、ていまる。すよね。まあ、良さはよくわかんないんだよあんまり、それは、な。ちなみに、袋ですよね。袋ですかね。袋。これは、こうわかんないです。なんか家にありました。実家に。実家から実家、持ってきなんかた。おもちゃ箱の中出てきました。それを、このなるほど。なんか、何これと思って、面白くて、できちゃいました。これはシンプルです、これ。何ですか、これ。まあ、十字架ですよね。これなんか公園で拾いました。拾った。なんかこういう砂場で遊んでたら、砂場で子供たちと遊んでたら、砂場で遊んでた。砂場で子供たちと遊んでたら、もうこれ出てきたんで、持っていこうと思って。これは、何ですか、これ。これ二つ。こんなやつなんですよ。これなんかこの前、なんか駅前でなんか売ってる外国人から買いました。いくらぐらいですか？これ1万です。それ高い。まあ、高くはないですけどね。これ1万です。これ一番、これも一番大事です。どうぞ座ってください。すいません。なんか、すいません、そんな、なんもないですけど、うち。なんか、密着って。そうなんですよ。今日なんか、まずじゃあ、お名前からいいですか？いっす、コウスケです。コウスケさん。はい、コウスケです。コウスケさんっていうのは、本名ですか？コウスケ本名です。じゃあ、ホストの時は、コウスケでやってます。ホストの時もコウスケさん。コウスケですよ。なんか、源氏名とかないんですか？あれ、なんなんですか？あれ、源氏名って付けた方がいいのかなってのが、身につけてるじゃないですか。本名でいいだろうと。親からもらったんだからっていう。今回ですね、コウスケさんに密着したいなと思ったのが、一度も指名をされたことがないホストないっすよ。ですか？ないっす、ないっす、ないっす。一度も。一度もないっすね。ちなみに今、ホスト歴って、15年ですね。15年で一度も、一度もないですね。一度あったかな？いや、ないですないですよね。ないでね。す。ちょっとお店の方にも確認したら、一度もないという。お店の人はそのポロッと行っちゃうんですね。言ってましたね、なん恥ずかか。しい。マジか。ちなみに今はいくつですか？今40ですね。40。40ですね。40で15年ホストやってて一度も。そう、一度もないですね。もうない、な、なんですかね、ビビってんですかね。ビビってるっ て。客がビビってんのかなっていう感じします。客が、そうです。なんだろう。なんかナンバーワン、一旦ナンバーワン行っとこうっていう感じの雰囲気あるじゃないですか。ナンバーワン指名した後に、多分僕のとこ来るんじゃないですか。なんかナンバーワンよりさらに上なのかな？年齢で見てるのかわかんないですけど。もううちは代表も32とかなんで、代表より僕は一応年上にはなります。代表の方はじゃあ後輩ってこもと？ともと後輩ですよ、代表は。そうですよ代表ね。もともと後輩で、いつの間にか、なんか、偉くなっちゃって。一番トップになっ、もうトップになっちゃって。もうこき使われてますよ、今。ふざけんなよそうっでつっすて。よね。あいつふざけんじゃねえっつって。いつか覚えてるよって思ってる。それってでも後輩の方が代表になったらちょっと肩身狭くないですか？
いや、なんかやりやすくなりましたけどね。あ、本当ですか。なんか自分のこと分かってくれてるやつが、はい、ずっと店に置いてくれてるんで、うん、全然やりやすいです、うん、あ、じゃあ慕われてはいるんですか。もう慕われてんじゃないですか。いや、わかんないですけど、うん、もうまあ何でもやるんで、自分、うん、何でも、もう掃除とか何でもやるんで、店開け閉めやって、うん、開け閉めも、うん、開け閉めも、うん、もうやりますよ。なんかもうみんな誰よりも早くやりますし、うん、で誰よりも遅く出る。うん、でもそれ閉めなくて、はいはいはい、その開け閉めとかやってたらもうホストっていうか、なんかそのスタッフというか、はい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 、ホストのホスト続けてる意味ってなんかあるんですか。やっぱもうずっと憧れてたんで、ホストにやっぱなるっていうのが、なんか別に続ける意味とかってないですね。まあもうホストなんで、ホストの星に生まれてるんで僕が、はい、うん、続けてるっていう感覚ないですね。あ、もうホストなんで、なんか中身っていう。でも指名はないわけですね。ないです、ね、うん、なんか原因とかってこう言ったらですけど、なんか思い当たる節あります？いや、なんすかね。いや、わかんないですよね。まあ、あれかな。なんか、トークスキルついてこれないのかな。あ、トーク。トーク結構、はい、自分頑張ってて、はい、さんまさんとかめっちゃ見てます。あ、テレビで。テレビめっちゃ見てます。はい、さんまさんのトーク術を学んで、はいはい、で、なんか学ん、やっぱずっと見てると関西弁映っちゃって、はい、で店では結構パフォーマンスするときはもう大体関西弁ですね。あ、出身は？あ、出身自分は東京です。あ、ああ、店では関西弁。店では関西弁出ちゃいますね。あ、ああ、でもまあ、指名されてないってことはそんなに。あ、そんな喋ることないですよ。ないですよね。うん、だからもう、たまにもう、なんか店のやつと喋るときとか関西弁で回しちゃったりとかして、はい、たまにそのドリンク聞くとかときに、なんか、はい、次何されますっていう、その何飲まれますっていう風に、そこだけ変な関西弁出ちゃう。いや、俺東京だろっていう。はい、ちょっと着替えていいですか。あ、じゃあ。ちょっと部屋着、なんか、はい、もうすぐ脱ぎたくなっちゃうんですよ。はい、もう仕事の、なんかあの、仕事モード、はい、ちょっともう、なんか帰ってきたら、すぐオフっちゃいたいな。はい、そうですね、もう髪を通しんで普段これです。あー、なるほど。ぶっちゃけコウスケさん今いくらぐらいもらってるんですか。え、それ聞きますそれ。まあちょっと気になるなと思って。まあまあまあ、そうですよね。いや、全然大丈夫なんですけど、はい、2万です。それはホストで。あ、はい、ホストで2万ですね。いや、でも家賃は家賃6万っす。じゃあ払えないですよね。いや、払えないですね。どうしてるんですか。まあ、あとウーバーやったりしますよ。ああ、ウーバーやって、はい、まあ、親からもらったりもしてます、ね。はい、ああ、親、そのご両親は、はい、のホストをやってることに関してはなんか反対とか、その、応援してくれ、どっちなんですかね。いや、何も思ってないじゃないですか。まあ、連絡してないんで。あー。うん、全然、ちょっと、すみません、メイク落としますか。あ、全然。そのホストをやるっていうのは伝えてないってことですか。まあ、なんとなく言ってはいたんですけど、うん、詳しく言ってないですね。え、まあまあ、でも。でも応援してくれてると思いますよ。そうですね。うん。でも、その、指名ないわけじゃないですか。まあ、言ったら。お前何言ってんねん、おい。もう、めちゃめちゃいじってくるやん、自分。びっくりした。どういうつもりやねん。指名ないな言うて。その何やねんな。ご両親、心配されたり、まあ、言ったら、ねえ、結婚とか、まあ、結婚したいですけどね。うん。まあ、彼女いないんでね。あ、彼女いらっしゃらないですか。彼女いないですね。どのくらい、
あ、20年ですね。あ、20年。はい。二十歳の時が最後。二十歳最後ですね、二十歳は。大恋愛です。大恋愛。大恋愛です。逆に、その二十歳の時までは、学生時代とかどんな感じだったんですか？学生時代は、いや、別にそう普通でしたよ。なんか全然、友達もいたし、ちょっとすみません。あ、一旦ここ止めてもらっていいですか？あ、ちょっとすみません。はい。あ、すみません。すみません。あ、大家さん。家賃は？家賃？家賃は？あー、家賃。はい。もう払いますよ。今月の分。今月。6万円。わー。一応、3ヶ月、今回の分入れて、まあ、もし払えないと4ヶ月分滞納になるって感じになりますけど。来月。来月ちょっと払います。いや、先月もそうやっておっしゃられたんで、で、その前もそうやっておっしゃられたんで、もう信用ないんですよ。まあ、信用ないって言われても、でも払うもん払うって言ってますかね。いや、それで払ってきてないんで。社会人なんで、あなたおいくつですか、今。40ですね。40で、その対応はおかしいですよね。私も、ね、もう、優しくする必要ないんで、あなたに。出てってもらって全然結構あるんですよ。むしろ、この物件がいいって言ってる人全然いるんで、立ち退いてもらって、まあ、お金払ってもらいますけどね、その、残りの分は。それちゃんとやってくださいよ。じゃあ明日払えばいいんですか？払えるんですか？明日。ちょっと分かんないですね。ダメなんですかね、それ。大人なんだからしっかりしろ。ありがとうございました。で、ちょっとまた来月来ますんで、その時に30万用意しておいてください。出しますよ。ウィス。あ、いいですか？ウィス。ウィス。大丈夫ですか？なんか、ちょっと、揉めてたというか、家賃。やば。まずやばくないですか？あの人。びっくりした。急に部屋、乗り込んできて。うわー、でかい声で、うわー、やかましわー、まあ、言おうかと思ったんですけどね。いや、まあ、こっち、なんかそれ突っ込んだら、まあ、あっちも、怒りのスイッチ入ってんのになんか、そこをなんか笑いに変えられたら、まあ、あっちもなんかですよ。まあ、申し訳ないなって、まあ、勝てたんですけどね。うん、あえて。あえてちょっともう、はい、まあ、聞くか。聞くかって、はい、もう本当だったら、はい、やかましわーって言いたかったんですよ。はい、なぁ、ちょっと、びっくりした。でも、これは払える当てとかあるんですか？まあ、代表に聞くしかないですよね。まあ、代表に前借りして、はい、30ですもんね。そうですね。まあ、だから、前借りだから2万なのに、うん、そっか。1年5ヶ月分前借りってことになるか。やべえ。よし、じゃあ筋トレしますわ。ああ。うん。なんか、ちょっと僕、考えたくないこととかあったら、はい、筋トレするんですよ。はい。よっしゃー、オッケー。これはいつも、はい、セット数とか何回やるとか決めてるんですか？ああ、いつも決めてないですね。今日もこれで終了です。あ、はい、なるほど。
と、わかりました。じゃあ、最後に、うっす。コウスケさんにとって、ホストって何ですか？俺っすね。え？なんか来た。え？うわ。ジェラードンチャンネルだ。押しとーる。なんだあいつ。